港公園のランタン吊り下げられたランタン新地、中華街のランタン中央公園のランタン、中島川会場のランタン、浜町アーケードのランタン長崎ランタンフェスティバルは、毎年冬に長崎県長崎市で行われるイベント。1986年に長崎新地中華街に廃炉が建設されたことを契機に中華街振興組合によって観光振興のイベントとして、 春節と現象節を組み合わせた灯籠祭を行う計画が持ち上がり、1987年の春節より毎年開催されるようになった。灯籠祭は観光客からの反応も好評だったことから、1994年に長崎都市発展戦略の一環として、正式な観光の柱の一つに位置づけられ、名称も長崎ランタンフェスティバルと改められた。 長崎市全体でのイベントとなった長崎ランタンフェスティバルでは長崎に息づく異国チャイナ祭発見をコンセプトに新地中華街を中心に市内に約1万5000個の赤を基調とした中国城鎮や点灯式のオブジェが飾られ竜踊り、獅子舞など本場の春節をイメージさせる催しが行われる祭りの規模は年々増加傾向にあり2008年には 行政からの拠出金と各所からの協賛金の合計が1億円を上回った。2018年には皇帝パレードに長崎市出身の長浜ネルが参加し、期間中に過去最高の106万人が来場した。長崎ランタンフェスティバルは旧暦の1月1日から1月15日にかけて行われる。暦の関係で年ごとに開催期間は前後に移動する。 このほか、総福寺や長崎駅にもランタンが飾られる。2009年10月初頭に開催された非常に小規模な関連イベント。ランタンフェスティバル同様のコンセプトで、新地中華街の中秋節を祝う行事として開催された。ランタンフェスティバルのメイン会場となる港公園に過去に利用された絵とのメインオブジェが飾られている。ありがとうございます。